ピートは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻艦名は、サバカのカマスサワラのスペイン語名にちなむ。カマスサワラピートは、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワックズ汚染で1941年6月18日、寄港される。1942年4月30日に、イエーロフクイスト夫人によって浸水し、11月21日に、 艦長ウィリアム・ティー・ネルソン少佐の指揮下収益する。12月末、一時的に退役して、橋家に乗せられ、マニトワックを出て、ニューオーリンズへ向かった。ニューオーリンズで調整と出港準備を完了した後、ピートは再収益し、パナマ運河を経て1943年3月14日、オーストラリアのブリスベンに到着した。4月2日、ピートは最初の紹介で、 トラック諸島及びソロモン諸島海域に向かった。4月13日、ピートはグリニッジ島を偵察したが何も見つけられず、トラックとラバウル及びカビエン間の航路にショークを変え、翌日に到着した。4月17日朝、ピートは南位0 0度2 0分統計1 5 3度2 6分、南位0 3 3 3度、統計1 5 3 4 3 3度 マイナス0.333153.433の地点で2隻の輸送船、2隻の駆逐艦、1隻の小型艇からなる輸送船団を発見するが、護衛の駆逐艦がピートを発見したため先行飛隊を強いられ、ピートは9発の爆雷攻撃に耐えた。5月5日夜には、 南ード度24分統計148度25分、南無零点に400度統計148.417度、マイナス0.2400148.417の地点で超音とレーダーを頼りに目標に向け魚雷を3本発射し、1本が命中したと判断された。5月11日から12日にかけてはオックスフォード岬を偵察した。5月20日、 ピートは48日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。6月10日、ピートは2回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。6月28日、ピートは、北緯01度47分統計151度46分、北一1.783度統計151.767度、1.783、151.767の地点で、 海洋観測船山替えを発見し、魚雷を2本発射して1本を命中させ撃沈した。7月7日午後には、北緯00度25分統計147度27分、北緯0.417度統計147.450度、0.417147.450のアドミラルティ諸島北方で、2隻の駆逐艦に護衛された、特設運送船進国丸を発見し、 魚雷を三本発射、うち二本を命中させ消破させた。8月4日、ピートは53日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。9月1日、ピートは3回目の紹介で、ビスマルク諸島の北方方面に向かった。9月12日に、ナウル島を偵察した後、ナウル島とトラック間の航路を紹介したが、5日間の紹介でいかなる船をも発見することはできなかった。 9月20日になって、ピートはトラックとラバウル及びカビエン艦の航路にショークを変え、9月22日には5隻の護衛艦がついた輸送船団を発見したものの、激しい妨害によって攻撃の機会を一し、適度な距離から追跡するに止まったが、これも護衛艦からの発砲により先行して退避せざるを得なかったため、結局この輸送船団に対する攻撃はできなかった。 9月24日から26日には、アドミラルティ諸島周辺を紹介したが、やはり何も見つけられなかった。9月27日から29日にかけては、ニューギニアの上枠ワク近郊で、撃墜された第五空軍機の搭乗員が救援を求めているとの情報に基づいて、接触並びに救助を試みたが、失敗に終わった。しかし、 10月1日になって、ようやく絶好のチャンスが訪れた。夕刻に、北緯04度00分統計143度50分、北緯4.000度統計143.833度、4.000143.833の、ウォレ我愛観礁周辺で紹介中、パラオからラバウルに向かうソパッ百五0団を発見し、巨大を6本発射。 魚雷は陸軍輸送船金華山丸と特設運送船、東安島やるの2隻に命中し、両船を撃沈した。10月21日、ピートは51日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。11月14日、ピートは4回目の紹介で、ビスマルク諸島、アドミラルティ諸島及びカロリン諸島方面に向かった。11月20日から24日まで、 つらぎ島に寄港した後、12月1日には、北緯01度05分統計146度47分、北伊1.083度統計146.783度、1.083、146.783のニューアイルランド島北西海域で3隻の、小艦艇に護衛された2隻の船団を発見。魚雷を6本発射し、海軍徴要船、 高安島に3本命中させて、これを撃沈した。12月9日にも、北緯03度57分統計150度16分、北緯3 9五0度統計150.267度、3 9零0 1 5 0 2 6 7の地点で、輸送船団を発見し、反撃をかわして、魚雷を6本発射したが命中せず、逆に護衛艦からの爆雷攻撃を受けたため、 先行して退避した。12月19日、ピートは海兵隊員を乗せるため、一旦ラギ島に戻り、12月25日に、タンガ諸島の一つであるボアン島に上陸させた。1944年1月7日、ピートは54日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長が、パウル・バン・ルーネン・ジュニア少佐に変わった。1月31日、 ピートは5回目の紹介でニューギニア及びビスマルク諸島方面に向かった。前回同様ツラギ島で給油した後、2月10日にはセロと会合した。2月18日夜、ピートは輸送船団を発見したが、この時遠くで爆発音が聞こえていた。これは近在のセロが爆雷攻撃を受けていることを示す音であり、ピートはセロを逃すべく浮上して、 護衛艦の注意を引きつけようと機銃で汚染しつつ、護衛艦をうまく引き寄せ、この間に、セロは脱出に成功した。2月27日に、ニューギニア沿岸のランゲマク湾で補給を行った後、3月1日に、紹介に復帰。3月3日、ピートは、難易01度26分統計138度00、分、ん、難易1.433度統計138.000度、 マイナス三4 3 3 3 8 0 0 0の地点で12ノットで航行する一隻の輸送船を発見して、魚雷を5本発射したが、命中しなかった。翌3月4日未明、ピートは難易01度28分、統計138度40分。 南位1.467度統計138.667度、マイナス1.467、138.667のサルミ沖で、上枠に向かう輸送船団を発見して、魚雷を6本発射し、陸軍輸送船カヨマルに2本を命中させて、撃沈した。第34号総海艇が13発の爆雷攻撃を行ったが、ピートはうまく脱出した。その後、3月15日に、 ミッドウェイ島に進路を向け、3月25日に到着。3月29日、ピートは57日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。4月18日、ピートは6回目の紹介で、パーチと共に台湾をび、ルソン海峡方面に向かった。途中ミッドウェイ島に立ち寄って5月2日に出港。途中5月5日に、ピクダが合流し、3隻のウルフバックとなった。 紹介海域に到着後は、絶好の獲物を探し続け、少なくとも6隻の船との接触には成功した。しかし、朝水深市の海域や航空機の影響で絶好の攻撃ポジションに着くことができなかった。ピートは行動期限が来たので、紹介海域を後にして、6月15日にミッドウェイ島に立ち寄った。6月19日、ピートは52日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島6月21日にキングフィッシュと共にアメリカ本国に向かい、サンフランシスコのベスレヘムスチールでオーバーホールに入った。オーバーホール中に艦長がロバート H、カルド・ウェル・ジュニア少佐に変わった。その後、オーバーホールが終わって9月29日にサンフランシスコを離れ、10月7日に真珠湾に到着した。10月23日、 ピートは7回目の紹介で、スペードフィッシュサンフィッシュとウルフパックを構成し東、シナ海及び航海に向かった。11月9日に航海に到着した後、11月12日未明に、ピートは大爆発音と猛烈な閃光を目撃した。これは、近くで紹介していたバーブが、北緯31度30分、東経125度57分、 北緯31.500度統計125.950度31.500125.950の地点で、モマ07戦団を攻撃していたことを示すものと考えられた。ピートは、モマ07戦団がこちらに向かうと予測して、戦闘配置を04モマ07戦団に接近していった。同じ日の朝6時20分、ピートは、 北緯31度46分統計125度40分、北緯31.767度統計125.667度、31.767 125.、31. 125.667の男女統制西二280キロ地点で、モマれ7戦団を発見し攻撃。第一撃では、巨雷4本を発射し、最も近い陸軍輸送船立昭丸二3本が、命中。 タツアキラマルは急激にスピードを落とし、大爆発を起こして沈没した。タツアキラマルが沈没する頃、ピートは第二撃で魚雷を6本発射した。しかし、檻からの悪天候で視界も悪く、4つの爆発音は聞こえ、炎上しているのも見えたものの、いずれにせよ、第二撃の成果は不明だった。11月17日夜、ピートらのウルフパックは、 北緯33度50分統計124度44分、北緯33.833 33度統計124.733度、33.833 33、124.733のチェジュ島西方洋上で、ミ27戦団を発見し、23時40分に、ピートは魚雷を3本発射し、うち2本を、タンカー、大阪山丸に命中させた。 大阪山丸は炎上しながら沈没していったが、後部が浮いているように見えたので、ピートは、再度の魚雷を発射すべく準備したものの、すぐに、その作業は、不要と判断された。ピートは次の獲物を求め、3時間後に魚雷を3本、発射。輸送船沈海丸に1本が命中して、チ海丸は4分で沈没した。11月29日、ピートは、 北緯35度50分、統計125度43分、北緯35.833度統計125.717度、35.833、十2 5 7 1 7の大国山東近海で小型の沿岸タンカーを発見し、3度にわたって魚雷を計8本発射したが、命中しなかった。12月6日、ピートは43日間の行動を終えて、 グアムアプラ港日島、新珠湾に開港された。1945年1月31日、ピートは8回目の紹介で、スレッシャー・シャード及びタイルフィッシュとウルフパックを構成し、ルソン海峡、海南東方面に向かった。2月12日に、サイパン島で給油した後紹介海域に到着したが、適当な目標には遭遇しなかった。3月5日夜には、 日本機の爆撃を受けて軽いダメージを負った。4月9日、ピートは67日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。5月4日、ピートは9回目の紹介で、南鳥島方面に向かった。5月12日に、南鳥島を空襲する、航空部隊の支援に従事したが、幸いなことに救助を要する、不時撃はなかった。その後、5月26日に、 サイパン島棚パグ港に寄港して、補給の後、日本近海に進出して、キー水道方面で紹介を行い、6月8日からは、常時富士山を見る海域で、救助配備についた。6月14日には、鳥島の沿岸部を撮影した。6月19日、ピートは44日間の行動を終えて、アプラ港に帰港した。7月14日、ピートは10回目の紹介で、 日本近海に向かった。その頃、第38任務部隊が日本各地を空襲しており、本州沿岸部における支援が主任務となった。7月24日、ピートは浜松近海で空母歴トン艦載機のパイロット2名を救助する。カズトは両足に重装を追っていた。翌25日には、北緯34度23分、東経137度25分、 北緯34.383度統計137.417度、34.383、137.417の地点で40ミリ機関砲と20ミリ機銃により50トン級三パンを打ち沈め、その一方で9名のパイロットを救助した。8月10日にはイギリス空母、フォーミダブル艦載機のパイロットを救助した。8月15日も、 相変わらず味方航空機の支援を続けていたが、この日に戦争は終わった。8月30日、ピートは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ピートはパナマ運河地帯に向けて出港し、9月15日に到着した。17日にニューオーリンズに向けて出発し、21日に到着した。1946年6月25日、 ピートは大西洋艦隊に編入され、予備役艦として、コネチカット州のニューロンドン潜水艦基地で保管された。その後、1956年11月に、第8海軍区の予備役訓練艦に指定される。ピートは1960年8月1日除籍され、11月10日に、スクラップとして売却された。ピートは、第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖書を、 受賞した、ありがとうございます。